早速次のミッションの発表を行います。デモデーの直前、最後のミッションとなりますので、皆さんしっかり進めてください。ミッション5、3カ年の PL を作成し事業計画を固めろ。それぞれのビジネスがどれぐらい価値を生むのか、どれぐらい儲かるのか、そして投資家に対してどれぐらいのリターンを出せるのか、この期待を込めて崩れない事業計画を固めていただく必要があります。このミッション5は2週間後にプレゼン形式で発表していただきますので、皆さんそれぞれフォーマットを作ってですね、3カ年の事業計画と、そして可能であればキャッシュフローも引いてください。で、実際にそれによって皆さんが必要な投資金額というのが見えてくるかと思いますので、各チームのビジネスでどれぐらいの投資が必要で、それに応じてどれぐらいの利益がいつ出るのかというところを組んでいただければと思います。イラつきが顔にめっちゃ出てるな。なんか辞めるって言いそうな感じで怖いな。ここで辞めたらやばいね。今の自分の店で精一杯なんじゃないですか。いや、もう絶対そうだよね。プレゼン時間は15分、質疑応答もございますので、質疑応答の中で皆さんは説明していただければ結構です。今回はクビルールはございません。ご安心ください。というところで、ここが最終ミッションとなりますので、ここでしっかり投資家に対して説得できる魅力的なビジネスに仕上げて、皆さんはデモデーに向かっていただくという形になります。街の明かりの数だけあるライフ、それぞれのストーリーが続いてゆく。暗い夜空に光る星座みたいに、夢と夢をつないでみよう。埃かぶってた雪のかけら、振り払う動き出すその時は今。振り返れば「ノンタイトルシーズン3」11回目です。なんか今の最後すごい嫌だ。何今の、モーリーの笑顔何だったんですか。あれモーリー、あれ涙、笑顔、泣きながら泣きながら笑顔でしたよ。すごい楽しみ。もう早く V 見たいんだけど。ちょっといいよ、ここ情報が多すぎる。もうトークいらない、ここ見してくれ。右手にグラスを、左手を目に、ガンタン。ちょっと今の眼帯で滑りすぎたって可能性もあるよね。だからあれで、いや、もう今のは見逃してあげてよ。もう一回、浮かれてんのよ。もう一回見せてもらっていいですか。いやいや、右手にグラスを、左手を目に、眼帯。もう一回やりなさい。ごめん、悪かった。ミッション4、完全勝利おめでとう。おめでとう。バリうまい。美味しい。いやでもよかった。いや本当に。ね。いや、モーリー様様なの。モーリー様様。様様なの。様様様。なかなか100点は言ってもらえへんのちゃう？ね。いや。ね。過去一衝撃だった。まあ当然ちゃ当然やけどな。あ、モーリーかっこいいね。乗ってる男モーリー。今日向こう落ちてたからちょっと気まずかったよな。まあね、うん、米は寝てたし、あいつ、ね、泣きやがって。青木さんもスタッフも誰も指摘しないっていうね。青木さん気づいてなかったからね。
まあ米オには難しすぎたかな。あら、お、まあとりあえず買ったし、買ったしな。うん、でもここは私が飲まないと、おい、きっと始まらないやつだ。磯の一気は取れたかじゃないのよ。絶対。本当さ、本当そういうとこよ。やり直す。おお、何が？わかんないよ。何そういうね。何？もうデリカシーない？デリカシーがない。本当なんかそこがさ、愛おしくてさ、なんか。おお、惚れてるやん。惚れてる？でも絶対そっちじゃないの。いやいや、こっちだろ。こっちだろ。いいよ。おいおいおい。シューすんなって。シュー絶対すんなって。煽るなって。マジで。いらないいらないいらない。目つぶったがいい？いや、もう帰って。いやいや、なんでやねん。あらら。これ今モーリーめっちゃ嬉しいでしょ。お疲れ様でーす。はい、お疲れ。あ、ここを揉めてたとこっすね。なぜ揉めたのか。行ってきまして、盆栽園。どうだった？あー、なんか結構厳しそうな感じでした。なんか販売はしてほしいけど、なんかあんま売りたくないみたいな。あくまでも販売した先に、大切にしてくれる人がいるなら売りたいみたいな。なので結論、その盆栽園その前にさ、2日前の会議どうなってんの？ああ、ごめん、それ今日行いたい。まずそれ謝らんかね。ああ、すっ飛ばしたのかな。いや、でも正直俺がもう今パツってんね、全てにおいて、もう自分の事業も含めてね。でちょっと今もうなんかもう今もうリーダーがそもそもできるかみたいな状況にまでなってるっていうのが今の正直なところね、俺の全部含めて。じゃあまず話しときたいのが、ノンタイトルの優先順位ってどこなんかなっていう。優先順位、自分の事業の方がそれは高いでしょ。あ、ここでも温度差。これはノンタイトルに出演することとこの事業を作ることは別だと思った方がいい。いや別やけどさ、うん、今忙しいからっていう理由で全然進んでないわけやんか。じゃあノンタイトル終わっても一緒じゃないと思うし、なんか何がしたいんか正直わからんくて、結局やってんのって俺らやんか。俺らが全部やってきて、だってそもそも今回のノンタイトルに関しては俺はそのスケジュールも全部これは共有した上で、俺正直稼働はそんなできないってこと全部。こんな出てくんなよ。え、そういうことやろ。なるほどね。なるほどねじゃないやん、そういう云々の話やん。は、全然チーム成り立ってないやん。で、それは分かって、それ申し訳ないと思ってる。それはごめん、謝るよ。じゃあどうすんの、もうやめろこの事業。今そこの結論になんか急に飛躍してる意味があんまりよく分かってない。いや、もう全部言うたらもう我慢し続けてんねん、もう我慢の限界なんや、うん、じゃあやめますか。いいんじゃない。なんでそれで終わるん。俺だってお前が今そう言ったんじゃねえか。無責任やろ。ほら、いやいや、俺は言ったけど。だってお前がお前が今言ったことに対して、じゃあやめますかって言われたから、じゃあそうしますかって言っただけじゃん。だから別にこれ今回の事業に関して別にこのノンタイトルじゃなきゃいけない理由なんか俺には何一つもないんだよ。それをノンタイトルに出てきてノンタイトルに事業に乗っけてやってるだけだからね。俺ダサすぎるやろ。じゃあそういいや。ありえへん、うん、じゃあ何。これは村長もイラつくよね。なんか書いてくれたん？いっぱい書いたんだけどさ、なんかもう いっぱい書いたよ。ベロベロじゃないですか。ベロベロですね、もう書いたよ。龍馬、はい、うん、あ、ありがとうございます、はい、そう、やる気になった龍馬は本当にすごいと思ってる、うん、で、素直で明るくて相手のことも理解しようとしてる姿勢がもう本当にとても眩しく感じてる。わバリー投資くない？何これ、いいこと言う。イソちゃん、モーリーはもう本当にめちゃめちゃ特別な存在なん。ベルザソルジャーやばもうオーディションの時から実は一緒なの。そっか、一緒の流行ったもんな。そう、一緒の班で、うん、もう私はモーリーはもういるなって思ってた、ここに。そう、だから最初顔合わせの時に振り返る時に最初にモーリー探してたの。モーリーを探せ。モーリーいるモーリーいるからってモーリーを探せね。モーリーメガネあるじゃん、鶴瓶師匠みたいなやつ
ベイさんだ。ちょっとちょっとなんかこれ目開いてないじゃん。フルで開いてんのよ、みくるくん、これ目これフル、モーリーのフルなのよ、これが。なんかいやらしい目に見えてきたな。モーリーはそれぞれの良さを生かしながら進める方法っていうのを考えてくれる人なんだなってすごい分かって今だから、すごい今3人で進めていけてるって実感がしてる。この3人でチームでやれるのが私はすごい最高って思ってる。でもポキってなったけど大丈夫。なんか笑うとこじゃないのにな。なんか本当に勝てるかなって本当に思うことができたのね、うんうん、本当にこの3人で勝ちたいっていう気持ちがたくさんあります。いやよかったね。ちょっと取れてくるわ。あーやっぱこれトイレ行ってくるわ。来たここよ。これも行ったわ。さっきなんか近いもんね。言っちゃったな。あらら、ここえコロン、あらえ童貞みたいなリアクションしちゃってんじゃん。おい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 、何やってんねん、何やってんねん。あ、よかった、リョーマ帰ってきて。リョーマもポップに戻ってきてくれてよかったね。よかったよかった。イソちゃんがね、結構積極的っすよね、思ったよりね。酔っちゃったなで、あの肩に頭乗せるなんて結構ドラマとかでしか見たことない。そうあれはもう昭和で存在するんですね。リアルですからね、うん、昭和では流行ったやつですよね。でもあれは酔ったらだから誰にでもキスしたくなるような人とかっていますよね。いますね。実際でもそっちタイプなのかもしれないですよね、うん、まあそれかワンちゃんも株10杯よこせよぐらいの感じはあったのですが、うん、そんな気持ちない。いや多分あげちゃうよモーリー。はい、ここでスポンサーさんのご紹介です。黄金比と顔整形に特化し、 Google の口コミでも驚異の 4.84 という一流の美容施術を提供していらっしゃる T クリニックさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前回はですね、コメオと和田ちゃんの施術の様子をご紹介したんですけれども、今回改めて人気の施術の一つですね、ポテンツァについて詳しくご説明していただこうと思っております。院長、あのポテンツァなんですけれども結構流行ってますけど、どんな方におすすめなんですか？ポテンツァって、まあ、いわゆるこうダマペの進化版と呼ばれている施術ではあるんですけど、はい、あのダマペンってまあ針だけなんですけど、まあ、それに加えてこうラジオ波による熱だったりとか、ドラッグデリバリーシステムっていうまあ空気圧による薬剤をこう浸透させるシステムがあって、はい、まあ、それによってこう薬剤の効果も出ますし、毛穴とかあとはニキビあとシワとかですね、あとは皮膚を厚くできるのでアンチエイジングに効果のある施術となっております。マジでできなくなりますよ。あ、そうですね。僕が実体験でできなくなったんで、ね、やってますもんね結構ね。僕はダーマペンは40回ぐらいやってますし、ポテンツァーも10回ぐらいやってます。すごい。バケモンです多分、ほぼほぼも。だから今回もですね、ポテンツァーの施術を受けたある方でのビフォーアフターをちょっと見てみたいと思うんですけども、おブレイキングダウンで活躍する人気選手とのことなんですけども、みくるさんは分かんないですよね。ニキビが綺麗になった人誰か思い当たります？分かんないですよね。ジョリーさんだ。ジョリー、おう、めっちゃ変わってますね。これなんかニキビ跡に効くんですよね。そうですね、まあ、ニキビもそうですし、ニキビ跡にも効きます、ね、クレーターとか。あ、そうです。もう綺麗になりましたねだいぶね。そういえば青木さんもなんか肌綺麗になってません？はい、元から綺麗でしたけど。そう、おかげさまで、あのこれ一昨日やったんですよ、ポテンツァ。だから1日で治りましたね。まあ、ダウンタイムめっちゃ短いんですよ。そう、ダーマペンだったら本当1週間ぐらい赤いんですよ、はい、めっちゃ長いんですけど、ポテンツァマジで翌日とか2日目ぐらいからいけますよ、うん、だ先生にお世話になってて何回もやってるんですけど、はい、みるみる改善していきますね。ああ、よかったです、はい、もう46にしてこれですよ。まあまあ良くないですか？いやでもやっぱり やってて損ないと思いますよ、はい、マジでね、うん、ということで相良院長、現在キャンペーンも行っているということなんですよね。 LINE でノンタイトルとコメントしていただくと、
まあ、ポテンツァとあとはまあ前回ご紹介させていただいたクマトリーの施術を、うん、あの最大 30% オフでご案内しております。まずは無料カウンセリングを、お試しください。ぜひですね、美容のお悩みがある方、安心して一歩を踏み出したいという方はですね、新宿駅から徒歩3分ドンキホーテ新宿ビル7階の T クリニックで無料相談してみてください。詳しくは概要欄からチェックしてください。何がしたい？何なの？この話はもう無駄じゃん。なんか建設的な話にもなってない、そもそも。いやいや、そもそもそれで、じゃあコミュニケーションが足らないよね。スラック、じゃあスラックでいけるんやなって言って俺聞いたけど、スラック言うたら24時間連絡ないやん。とか、今まで全部課題に、こうやったら、クリアできますって言って俺は飲んできたよ、その場で。けど全部言うたら裏切られてきてるやん。何が裏切ったの？結論、結果出してたじゃん俺で。今回の前回のやつに関してはそうだと思う。結論、結果出してないと思うよ。結果出してない。じゃあお前らがそれで、じゃあ結論何もできなかったから俺がやるってなったんだよね最初。いやちゃうわ。じゃあなんで、そもそもミッション2から PM 自分がするって言って、うん、やるって言ってたのに急に磯ちゃんが PM やれるんやったら来れるとか、じゃあ村長に PM やらそうかな、じゃあお前会長かよって、うん、じゃあ俺、じゃあもうそもそも、じゃあ今の動きに対して、じゃあ2人が思ってるような PM を担うことは、じゃあもう無理だわ。期待値調整しとく、無理だわ。今までね、俺和田ちゃんから遅刻しないでほしいけど俺が直さなあかんとこやから直していくわって言って、会議8回あって8回とも遅刻やん。遅刻はいいけど、その後連絡もないのが3回もあるったわけよ、今回も含めて。はあ、それは。これは、あらら、みんな寄り添ってんだな。でも米尾に、うん、あー、これはちょっと爆発しちゃうのね。それって普通にリーダーとしてじゃなくて一緒の仕事する上で不審じゃない？まあ、言ってることは分かるよ、うん、言ってることは分かるけど、うん、単純に今もう正直もう、じゃあできないで投げ出すんだったらもうそれが一番簡単。俺そっちの方が正直いいもん。ダサいって、じゃあダサいんだとそういうのもいいんだけど、正直できない、それ言うんだったら。見んないで、それ何も見ない。お前だけちゃうから。いや、もうで言うと2人と同じ時間軸で生きてない俺は。もうこれ明確に言える。同じチームでこれ言われたらちょっときついな。それミッション2からずっとそういうことだよ。俺だもん、その話を今なんか過去をほじくり返してその話をしだすんだったら何も建設的な話できないよ。きついな、ごめん。ミッション5まで来てるわけやんか。もうずっと裏切られてさ。じゃあいいよ、じゃあ2人でやりなよ。じゃあいいよ、マジでいいや。俺こういうのも嫌だよね。嫌だ。じゃあもういいよとか。いや、そういう話じゃないの。何がで、ガキすぎるやろそれ。何がガキなだとしたら、なんでそこの建設的な話し合いをさしようって言ってる上にさ、お前過去ほじくり返した話をして、じゃあできないじゃんなんてことになるわけで。できてないから。じゃあだから PM 入れるっつってんじゃん、うん、それでじゃあ終わりだろお話。じゃあ PM 入れたらそれで解決するんだ。うん、解決する。その事業がほんまにうまくいくと思ってんの。いく。言ったこともできてないやん。もうそうだね、もういいや。なんかもう話し合いのないし、イライラする。まあ、それで逃げんねん。逃げんなよ。まあ、喧嘩ってんだったらそう言えじゃん。あ、喧嘩でもしたろ。いいよ。やだやだやだ、やめろよ。やめてやめて。あっ、うわっ、あっ、うわ、おい、こら、話せや、おい、話せよ、お前、おい、話せて。ビンタしてましたね。うん、ブレイキングダウンじゃないですか、完全に。ちょっと、うん、待って、喧嘩してんだから、そう言えじゃん。なあ、は、なんで、そう言えや。知るか、あんな。おい、喧嘩してんだろ、喧嘩ってきたのてめえだよな。はなあ、誰が悪いね、喧嘩してんだから、そう言えじゃん。誰が悪いね。はおい、なんで誰が悪いねん。言うてことあんの、これ。そう言えじゃん、俺。おい、誰が悪いんやって聞いてんねん。あ、じゃあ俺今回のコントに関して俺非認めてたよね。ごめんねって謝って、その上で解決方法だって俺は考えてるけど、お前が過去をじっくり返してずっとお前建設的な話できなかったよな。俺だからそこに対してもうごめんって俺謝ってたよね。治るんか、治ってないから。治すための話し合いをしようって話なんじゃねえのかよ。
直してくれんてええよ。いや直すよ。直せよ。ほんなら。なんで。俺言ったよな。遅刻する。和田ちゃんが遅刻するよ。もういいや。ほら。逃げんなってお前。てめえそう逃げんなってんの和田やな。手出すなよ。おい。手出すなよ。普通の喧嘩じゃん。ん？手出すなよお前。逃げんのかってお前煽ったやの。逃げようとしたからじゃあ話し合えよ。話し合えよ。じゃあてめえがもうや今この条件何話し合えんだよ。おいお前ほんま直すやな。じゃあじゃあお前今この条件何も話し合えできねえから帰れっつってんだよ。帰れ。は帰れ。絶対帰らん。帰れ。何も話し合えできねえだろ今。何でお前このなんか動画の時だけそんなことしてきて。動画の時だけちゃうわ。さあちょっと待ってくださいね。もう水グビグビ飲んでたじゃん。ちょっと待ってくださいね。どっち応援してたの。応援村長。村長。いやだって村長言ってること間違ってないんで。まあね。まあ米が悪いでしょ。人間としてその未熟なんでしょうね、うん、なんかやっぱこう難しい言葉使ったりそれっぽいことは言ってきたものの、うん、人として結局未熟だから手を出しちゃうし投げ出そうとするんだなと思いましたけどね、うん、都合が悪くなったらもういいよってなるって、うんうん、って未熟じゃないですか動画が。向き合えてないですからね。そうですよね。コメオって完璧主義者なのかなと思って、うん、あのミスで結構やる気なくしちゃったじゃないですか、はい、そういうなんか完璧主義者にある典型的な動きですよね。良くない時ほど人間性出るんで、うん、村長もだいぶ我慢してたんでしょうね。きっともう積もり積もって爆発しちゃったって感じ。で結果出してたから黙ってた部分が出ちゃったんでしょうね、うん、今回。和田ちゃんも村長も人生かけてきてるじゃないですか、うん、そこの熱量が圧倒的に違うし、あんな感じで言われたらそりゃ腹立つし。そうね、やっぱ村長は村長でぶっちゃけ米をどっちが成功してるかって村長の方が成功してるんですよ、はい、でも米を立ててたわけじゃないですか今まで、はい、で余計それもあると思うんですよね、うん、でお前リーダーなんてやれよっていう、うんうんうん、リクル君ああいう殴り合い村長と、米尾君が殴り合いをした場合同じチームでやこれから継続していくことは可能なんですか。いやいや俺もしないですからね。しない俺も別にリクル君の会社別にそれやってるわけじゃない。日常からビンタとかないですよ。どうするもし米尾君乗ってきたら。俺にですか、うん、いやそう村長がミクル君だったパターンちょっと考えにくいですよね。意味わかんないです。逆に、うん、もう受けて立てますもん。だってビンタされたらやっちゃいますね。そう1秒で終わるから。でもミクル君にもし喧嘩打ったら、うん、すごい強いね。そりゃそうよ。あのヤンキー好きな中学生の女子じゃん。すごいすごいかっこいい。かっこいい。めっちゃ付き合いたい。はい、ここでスポンサーさんのご紹介です。今回はですね、投資配当型クラウドファンディングの山分けエステートさんです。過去のインフォマーシャルで山分けのサービスについてご紹介しましたが、今日はですね、なぜこのサービスを作ろうと思ったのか、お話を聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、山分けさん創業するにあたって何か世の中に課題を感じるとかあったんですか。そうですね、まあ、日本人の、まあ、投資に対するハードルを下げて、うん、まあ、投資をもっと身近にしたいと思いました、うん、まあ、確かにこのなんか日本人ってこう安定志向とか安全志向の人が多いんで、うん、なんか投資しない人多いですよね、まあ、日本人の預貯金率ってやっぱりこう全体の金融ポートフォリオからすると 50% ぐらい預金しちゃってるんですよ、はい、その分マーケットにお金が流れてないってことなんで、なるほど、やっぱり自分が応援したいお店とかに投資ができる、まあ、生活に密着しているところでその事業者さんに対して投資をして、投資家さんと事業者さんが一個で紐付くような形を作ればよかったなっていうので始めました、うん、なるほど。やっぱちょっと難しいですもんね、この上場企業にどれ投資するかなんて、うん、でもクラウドファンディングにすることで、まあ、いろんなものに投資できるようになるっていう、なんかもっと身近なものに投資できるってイメージなんですかね。まあ、しかもこの利回りが 8% 以上の案件しかやらないっていうのは何か理由あるんですか。これも単純に僕が買いたくないからですね。なるほど、はい、浅倉さんとか光さんの周りってやっぱりでも 10% 以上の案件とかやっぱ来ると思うんですよ、はい、でも一般のサラリーマンのお父さんに 10% 以上の案件って来ないと思うんですよね、うん、なかなか、まあ、こういう情報の非対称性っていうのがやっぱりあって富裕層にしかそういう情報がいかない、うん、だからこうなってくると富が分配されないんですよね、うん、まあ、これをまあ非対称性を改善することでパブリックに 10%、15%、20% っていうの案件を
を出して投資活動として一般のサラリーマン層が買えるようにしていくと、まあ、日本だと変なし 10% 超えてくると詐欺じゃないかとか、はい、危ないんじゃないかとか言われるんですけど、はい、アメリカで考えた時にドル建ての普通の預金が 5、6% なんですよ。ただ日本が超低金利で 0.001 とかにしてるからどちらかというと投資リテラシーがバグっちゃってるんですよね。だこういうところを改善していきたいっていうのが一つです。これはまあかなりなんか一般の人たちにはありがたい話ですよね。普通はもう手に入らない情報じゃないですか、うん、これって。そうですよね。しかもこれ、うん、チャレンジする事業者にとってもメリット大きいですよね。そうですね、まあ、あの新事業の開発資金とか事業を進める多店舗展開するタイミングであったりとかっていう時に銀行頼みだけじゃなくて企業成長に対しての加速化させるっていうところ、まあ、ここにおいてはすごい一番いい選択肢として提供できるんじゃないかなと思います。なるほど。ちなみにみくるさんは今のお話聞いてどう思いました？僕も結構投資してるんで、まあ、山分けなら手軽にできるので若い人たちもどんどん挑戦してほしいですね。はい、概要欄をチェックしてください。ずいぶん急だね。そうですね。なんか珍しいね。いや、まあ、そうですね。ちょっとまあいろいろちょっと前も少しお話しさせてもらったんですけど、うん、事業のことでもちょっと相談がいろいろあって、うん、まあ、今まあチームビルディングっていう部分が正直あんまりうまくいってないっちゃうまくいってなくて、一、うん、人のメンバーが感情的になりやすいと、僕に対しての不満を言ってくるのは単純に随所随所そのタイミングで思った段階で言ってくればいいんですけど、ノンタイトルの撮影中とか動画回ってる最中に急に爆発しだすんですよね。それが今までだいたい 3,4 回くらいあるっていうような状況なんですよ、はいはい、っていうので正直もうコミュニケーション取るのもしんどいなっていうような感じですね。今俺に話してくれてるようなこととかっていうのは直接本人とはこう腰を据えて話すことってあるの？まあ、今日それを話はしていて殴り合いにまで発展しました。殴り合いに発展したの？殴り合い、はい、それはカメラが回ってるところで。そうです。あ、本当に、はい、そうか。なんだろうな、なんかこう人がすれ違うのってのは大体がこう解釈の違いと、うん、その判断基準の違いがほとんどなんだよね、はい、そう。例えば40度って言ったら、はい、なんだろうな、角度って捉える人もいれば、うん、温度って捉える人、うん、解釈する人もいるわけだよね、うん、双方 A さん B さんがいてずれた解釈をしてたら、うん、その後のコミュニケーションって前提が違うからずっとずれ続けていく、うん、今まで生きてきた背景とか経営の意思決定の仕方とかビジネスモデルも違う中で、あのこういう小さな歪みがどん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 広がっていってお互い誤解が誤解を生んで、それでこう関係値が悪くなるっていうのが結構関の山で、うんうん、そうだからその解釈のズレがあのこうしっかり正すことなくずっと進んできちゃってるような気がする、はいはい、でそしてこの解釈のズレがとか判断基準がどこでこう起きるかっていうと到達点の高さとか、うん、米尾はどこがズレてると思う、こう相手と。解釈のズレが多分ほとんどない気はします。例えば彼は盆栽事業がそもそも売れんのかみたいなところになっちゃってきてたんですけど、うん、僕は売れる確信があって、なんかもしこう今の事業で米輪がその俺のようなこう振る舞いとか、うん、俺のようなこうリーダーシップの発揮の仕方とかをしてたとしたらなんかうまくいかないんじゃないかなっていうことを心配していて、うん、盆栽ってその今米尾がやろうとしてるのってのは俺もあの手掛けたことのないラグジュアリービジネスで、それってとっても時間がかかるものなんだよね、うん、でラグジュアリービジネスっていうのはこう顧客のとの約束を守り続けることを長い期間にわたってしないといけないものだから、うん、信頼関係ね。だからエルメスができて長い時間かけて、うん、長い時間かけてルイ・ヴィトンができてきてる、うん、あのあらゆる従業員が店舗で働く人もこうそのバッグを作る人も、うん、あらゆる人がそのブランドを大切にしようと思って意思決定をし続ける、うんうん、だからトップダウンの創業者の俺のような経営スタイルって最も遠くにないといけないビジネスだと思っていて、こう卓越したトップが一人いたら成功するビジネスじゃないんだよね。なるほど。ブランドビジネスは
本当に人が大事だから、うん、だからこう事業と向き合うことと人と向き合うっていうのがほぼイコールと言ってもいいけど、おそらく米は時間的にそれができてない、はい、うん、その中で言うとやっぱりもう向き合って話し合ってこう腹の中出し合って、うん、で自分があのカップを米用の経営もしないといけない中で、でも盆栽やりたくて、でも時間もこれぐらいしか割けなくて、うん、でもだから君たちのが必要で、うん、とかそういう米用の気持ちをまずみんな2人が多分知ってくれていないと思うんだよ俺は、うん、深く、そして米用も相手の思いとか考えを深く聞けてないんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。そうですね、うん、米用ならではのこうオリジナリティあふれる経営者像ってあると思うんだよね、うん、それは米用と盆栽ビジネスをやってそれに関しては米用にも負けちゃうかなと思う、うんうん、絶対米用の方が向いてる、うん、やっぱみんなの気持ちをちゃんとこう聞いて回ってっていうことは絶対に必要だしね、うん、そう米用くんの表情がすごい優し、うん、いい顔してますね、優しくて、なんか今日なんかもう殴り合いに発展したことも誤って殴り合いってお前それは やばすぎだろ捕まるぞいや本当そうだよ。みくるくん溝口さんっていう方はああいう方なんですか？ああいう方ってどういう印象なんですか？むしろちりちゃん的にどう見えたの？私はすごく紳士的で物腰柔らかくてこうすごく素敵な方にお見受けしました。わかりやすいしね、喋りもね、はい、まあ、動画回ってるからじゃないですかえあれカメラなかったら違う、あもっと違うと思います。 で、まあ、でもすごい優秀な方ですよね。え、はい、米尾くんもでも溝口さんの前ではちょっとなんか可愛い柴犬みたいな感じで、米尾くんの顔見てたらすごい響いてるなっていうのは分かりましたよね。まあ、まあ師匠ですからね。そうです、うん、もう師匠だからこうああいう優しい感じ。料理人ですよね、元は溝口さん。そう、料理人時代からのもう師弟関係というか、うん、溝口くんのお店で料理やってたんですよね、うん、そう、それで経営の勉強もしていたっていう師弟関係がしっかりあるんで、だから頭上がんないんで、はい、横文字はあの溝口さん譲りですよ。あ、バイリンガールの方。違うよ、ビジネス用語。ビジネスそんなちいちゃんってそんな感じだったっけこんななんか、まあ、アホというか、ごめんなさい、すいません。もしもし、今村長時間空いてる？お、自分から電話してる。そう、合わないってこと？え？あ、お、合わないの？せっかくのなんか仲直りチャンスを。お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、その後どうですか？はい。主だった補助金のはもう商品別というか銘柄別にもう並べてしまって、上限金額っていうのも出てるものは入れて、それに対していくらぐらいの報酬が取れそうかっていうのを商品別に価格設定したものっていうのをまず入れてます。で、次年度の予算として目玉になってるのがこの省エネルギー投資促進補助金、このあたりでいうと何十億っていう規模の補助金になってまして、なんでこれはあんまり件数としては多く取れないとは思うんですけども、1件でも取れれば報酬ベースで1億を超えてくるような、商材なんで、1,2 件扱って1件は通すみたいなラインを目指していきたいなというような感じで設定してます。10億の補助金ですごいっすね。ね、で前回も言ったようにこのビジネスは、僕は確実に儲かると思う、うん、で経験値もあるし、それで生業として、ね、成り立っている人たちもたくさんいるので成功はするんだろうと思うので、ここに どれだけワクワクを乗っけられるか、この番組でやって、この3人でやって、モーリー一人じゃないパターンでやったとしたら何が変わるんだっけを多分表現しとかないと、もう別会社はもう一個作ったかってだけの話になりがちなので、うんうん、そのあたりってなんかアイデアってあるの？今のところその、これまでのその補助金申請の代行のサービスと全く違うのは、そこを砂漠機能ではなくて、その中 あの案内するっていう営業部分だけを切り離した機能だと思っていて、数多くの補助金申請代行会社がある中で、それらをの、まあ、営業代理店、販売代理店というか、そういう位置づけで消費者とその事業者をつなぐ役割っていうところになると思うんで、機能としてはその一般ユーザーも含めて多くの人が
門を叩ける状態、うん、これが、まあ、うん、違いというか提供価値かなと思ってます。今僕もモーリーの会社でアルバイトとして働いてて思うんですけど、おやってんだ、やってます。お実際に営業したりとか、うん、申請のお手伝いやってるんですけど、なんかやっぱりこう本当に補助ってサービスってマジでないなって改めて感じてて、うん、働いてる人から聞いてもなんかこういうのあったらいいのにみたいなことはやっぱり聞くんで、その意義があるってやっぱ感じてます。で全てが網羅されてるサービスって本当にないんですね、うん、だ本当にそこの網羅性ってところが本当に担保できれば本当に皆さん使ってくれるサービスになるっていうのは確信してます。そうだね。であとはそれによって、喜んでる人というか、まあ、助かった人の声みたいなのが聞こえてくるといいよね、うんうん、そのあたりの面白みはちょっと考えてみてください。はい、はい、こっちですよ。お疲れ様です。あ、小宮君が一番に来て。お疲れ。小宮さん、ドライブ音声頑張り、うまくいきません。まあなんかドライブ音声って、まあそもそも枯れ音声そんななかったよ。あ、そうなんですよね。まあなんか正直そのドライブ音声に俺は限界を感じる。まあ、前もなんかそれは少し話したりとかしてるけど、うんうん、なんかがっかりしてんだよね、あれ届いた時の俺。あ、だからライティングとか含めて写真の時の見栄えはいいけどってことですよね。あんなん遠くから撮ってるわかんないや。で近くになったら染められてないところとかもいっぱいあったりするやん。まあグルーが見えちゃってますしね。そう、だからなんかそういうのがなんかあったから、正直俺なんかドライブ音声微妙なんじゃないかっていうふうに思ってて。お、うーん、ピボット、なんか難しいような気はするけどね。はい、正直なんかあんまり現実的じゃないなとは思ってる。うん、だって小宮くんが熱意を失ったらもう、てか俺たちまた全然寝てねえじゃん。俺もう店にある盆栽ちょっと枯れてきてんのよ正直。高いのも全部、うん、でなんか水あげるとかも含めてさ、うん、結構大変だからね。休みの日とかも行ってあげなきゃいけないんだよ。え、で結局あげてないから枯れちゃったんですか。そう、ああ、自動水やり機みたいなあったらいい。ありましたよ。あれ全自動で植物育つスマートプランター、盆栽までめっちゃいいじゃん。何するとかバカおしゃれやん、うん、ショーケースに入って気温と湿度がいきます、水が出てきます、ああいう感じなの。完璧じゃんこれ。あの、いいやん、そっちにすんの。確かに、だからスマート盆栽かっこいいやん、なんかマジいいと思うけど。盆栽は全然いいと思いますよ。やろうちょっと調べてみますよ。うん、調べよう。村長はどうすんの。はい、ここでスポンサーさんのご紹介です。今回ご紹介するのはですね、株式会社スタビライズさんのポイマニです。ポイマニはですね、ワンピースカードやポケモンカードのオンラインガチャサイトというところなんですけれども、購入したポイントでガチャを回せます。ヒカルさんポケモン好きですよね。そうですね、ポケモンカードはめちゃくちゃ持ってますね。ですよね、はい、でポケモンカードで試しにちょっとヒカルさんにやってみてほしいんですけど、はい、当たり出るまでちょっとやってみてもらっていいですか。わかりました。このじゃあガンバリーリエ僕好きなんで、はい、これいきますね。当たり出るんですかこれ。簡単にね。おお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 、金になった金になった、アクションがすごい。あ、こっから時虹になったら、あ、ならんかった。おお、あ、でもまあ白のカトレア、この辺はまだ。おお、このおメイン出てますね。お、これすごい。はい、この数字って金額ですか。ポイントだと思うんですよこれ多分。すごい、ポイントなんですね。トータルで17万ポイントも当たってるんで。すごい。こちらの引き当てたカードはですね、いつでも発送もできますし、もし不要でしたらポイントに還元してまたガチャを回すということができるんですけれども、どうしますか。いや、もうさっきポイント買いましたもん。あ、早っ。はい、リーリーやってたいですね。はい、頑張りで来い。お、来た。え、来た。150万す。150万。すごい。本当。あ、でもリーリーそれがします。すごい。はい、すげえ。そうすると総額がこのガチャで、総額がもうバケモンみたいな数字出ます多分。160万。すごい、はい、勝った。でこれで、まあ、リーリーだけ選ぶんですよ、うん、選んで選択して発送しちゃえばリーリーでだけ届きます。いやー来ましたね、さすが引きが強い。そうです、僕このリーリーが好きでこれだけで25枚ぐらい僕持ってるんですよ。
そうなんですよ、なんかもう好きすぎて集めちゃって。今総額どれぐらいですか？もうポケカだけで多分2億ぐらいあると思いますね。やばいっすね。はい、ということでいろいろあるんですけども、ミクルさんはじゃあワンピース好きですよね？好きですね。ね、じゃあワンピースで挑戦してみてください。うん、俺あいつが好きなんですよね、北斎海賊団の親便。ノロノロの身ね。でもこれ多分40口しかないんで当たりやすいです。もう4分の1で大当たり出ますよ。おお、高確率。何が出るの？多分2時ぐらいまでいったら多分大当たりですね。これ次、この次割れたらアクションがね。はい。おお来た。多分大当たりです、これ。おお、20万いますね。ゾロのはゾロ。ゾロ20万。すごいじゃん、これ。うわ、すごいの出ちゃったな。すごっ。これってワンピースとポケモンカード以外にも何かあるんですか？はい、あのポイマニではですね、ワンピースポケモンだけではなくって、はい、毎日バリエーション豊かなガチャを更新していますというところなんで、公式 LINE 登録で500ポイントをゲットできます。さらにログインボーナスでポイントを貯めて無料で激レアカードを狙うこともできて、ボックス定価ガチャや負けなしガチャとか使用ポイント分が必ず返ってくる激アツガチャも定期的に開催してるらしいんですよね。なるほど。というところなんで結構やってみるとキリがないんですけれども、まあそうですね、余っちゃいますよねこれね。これ面白いですよマジで。詳しくは概要欄に掲載しておきますので、ぜひこの機会にご利用ください。1週間、え、めっちゃ経ちましたね。あ、村長だ。よし、おはよう。おはよう。寒いな。じゃあ寝坊せんかった？ギリ。久しぶり。久々やん。なんか帰ってたんやな。あ、そうそうそう、あれから1週間ぐらい。うん、 LINE でこう向き合ってなくてごめんって言ってくれたんが、うん、まあすごい嬉しかって、うん、なんか考えてみたら、まあ、俺もやりたい気持ちはめちゃくちゃあるし、うん、リーダーとしての考え方はさ、まあ全く違うし、うん、まあ小宮君からしたら俺はスキルないかもしれんけど、何億って売り上げも伸ばしてきたし、うん、けど何十億何百億やりたいからこのノンタイトルに来てるんやなって改めて思ったし、うん、それをやっぱり、まあ、米尾くんとじゃないと、まあ、できへんのかなって改めて思ったから、うん、歩み寄りましたね村長。なんか今はなんかぶっちゃけダンスと、うん、自分の店の方とか、うん、自分のやってる会社のメンバーとまあまあ揉めてて、うん、へえ、そっちでも揉めてんの？そうなの？なんか今改めて組織っていうものを作っていくってなった時に、改めて人と携わってやってるっていうのはやっぱり大前提あるから、なんか改めて俺が足りてなかったなっていうところだと思うし。おー、あー、すごいすごい小宮くん、ね、成長してる。なんか本当に俺が一番苦手とする分野だったの、向き合うっていうこととかも含めて、なんかそれをなんかないがしろにしてなんかパワープレイしてた気がするんだよね自分で。けどなんか俺のそういうできないところとかが村長を多分補ってくれるだろうし。うん、そうだよそうだよ。俺あの時も伝えたけど、やっぱり多分俺が全ての原因を作った根本でもあるし、ね、ちゃんと向き合って話していかなかったにもかかわらずああいう結果になっちゃったから、俺もまだまだだなと思うと同時に、これからもっとすごい事業を作って世の中に多くのいい影響を与えられる人間になりたいなって本当に思うから俺は。それをなんか今和田ちゃんとか村長とならできるだろうし、うん、
本当にあの時はまあ申し訳なかったなって思うし、対話をできなかったなっていうのは改めて思って、俺の至らないところとかも含めてね。頑張ってやっていきたいなって思うから、これからもよろしく。ありがとう。頑張れろ、俺も。じゃあ、行きましょう。ほら、うわぁ、握手です。わぁ、好き。すぐ、すぐ好きになるじゃん。うん、米を好き。いや、まあでも言うのはまだ簡単だから。いやだって、これ見せていかなきゃよ、本当に。いや、そうなんだけどさ、小宮君よくここまで言ったよ。今あのミッション4の出し直しというかね、はい、あそこのところで一回、止まってるのと、あとミッション5やんなきゃいけないけど、どんな感じかなと思ってちょっとミーティングしたかったんですけど、はい、どう？まずちょっとまあ、うん、その前に一点、はい、少しだけピボットすることにしました。おドライ盆栽の販売をやめることにして、で自動化盆栽の事業を行うことにしました。ごめん、どういうこと？生きた盆栽を、ショーケースの中に入れて、自動で、まあ、植物ライトと、自動排水を行うショーケースを作って、うん、生きた盆栽を屋内で育てられるっていう状態のものを販売しようと思います。うん、それはどうやって実現するの？ショーケースに関しては外部に、OEM でまず委託してそっちの製造を行うと。で盆栽に関しては、全国の盆栽屋さんと提携を組んで、でその盆栽をうちで扱わせてもらうっていうようなものになりますね。うん、でそれをいくらで売るの？大体50万円くらいですね。お、高いね。そうすると盆栽の価値というよりかは、その盆栽を永久的に、まあ、要は生きながらさせるための装置とセットで盆栽を売るって感じだよね。そうですね。50万高くねえか？大体まあ、ベンチマークしてる企業があって、うん、それがエコスマートファイヤーっていうバイオエタノールの、うん、暖炉があるんですけど、焚き火みたいなものを外で行っていたものを、うん、屋内に持ってきて、うん、でそれをインテリア商品として扱うっていうものがありました。うん、それどうやって実現する？まあ、まあまあ難易度高いような気がするけど、はい、でまあ、ショーケースの製造が今まず課題になっているので、ここの課題をどれだけ製造コストを下げれるかっていうところはまず大きな点かなっていうふうに思ってます。でここに関してはまあ一旦プロトタイプを作ってみないと、正直、どういう出来上がりになるかがまだ分からないのであれなんですけど、1つあたり海外に委託した場合で、3万から5万くらいの状態のものにしないと難しいなっていうふうには思ってます。その手のものでさ、もうなんか植物を育てられる装置って別にないでしょ。ゼロから作るわけでしょ。はい。間に合わなくね？3月には間に合うかなと思ってます、プロトタイプであれば。いや無理でしょ。というと、あのエコスマートもそうだと思うけど、普通にあれはもともとある企業を買収してそのノウハウがあるから生産ができたりとか、うん、そういうパターンはあるけど、今回の件ってそれを転用できる、例えば観葉植物をこれで育てられます、あれのちっちゃい版ですみたいな話だったらできるけど、うん、それ作れる工場がない。今はねリストアップをしてるだけじゃん、はい、でそいつらがデザインが優れてるかとか、うん、コストが合うかで実際試作ができるかっていうとだいぶ時間かかりません？確かにね、時間が足りない。サンプルだけでも時間かかりそうだもん。うん、でちなみにその、盆栽を育てられる、例えばオートメーションで育てられる技術はどういう技術なの？はい、植物ライトと排水とファンですね。うん、それによってちゃんと育ってる盆栽ってあるんですか今？それは今現状僕たちの中でのテストはできてはいないですけど、うん、そういった事例がある記事は、見つけてはいます。まあ、これが、まず屋内で育てる盆栽の生地ですね。うん、まあ、要は水耕栽培みたいなもんだと思うけど、はい、それを盆栽で適用した時に間違いなく育てられますっていうものにしなきゃいけないじゃん。はい、そのノウハウがなくない？その
ノウハウがないというのは例えばプログラミングの話じゃん、はい、日光はどれぐらい当てるんですか、はい、で水はどのタイミングで、あとは湿度温度こういったものはどう管理するんですかっていうののプログラミングをしなきゃいけないわけじゃん、はい、でまあ盆栽にももしかしたらいろいろ種類があると思うけど、はい、それを育てるためのノウハウがなくない？それに関してはまず実証実験をまず必ず行わないといけないっていうものかなとは思うんですけど、単純にそれをするっていうだけかなっていうふうに思ってはいるんですけど、うん、普通にデモデーまでに成立しなさそうな気がしちゃうんだけど、デモデーまでには、仮説検証に関しては、検証結果が3ヶ月しかないので、うん、僕たちがその3ヶ月内で、屋内盆栽をやってみたっていうところに関しては、3ヶ月間のものでしか多分無理だなっていうふうには思ってはいて、そうすると日本の夏を耐えれるのかとかさ、はい、北海道と沖縄で環境が違うと思うけど、はい、そしたら耐えれんのかっていうのは分からずになっちゃうよね、はい、だから今の状態だと結果、まあ俺はねもちろんピボットはお勧めしない。それはなぜならさっき言った通り難しいから。で、あるとするならばその盆栽事業というものをこのチームでやりきるんですというふうに決めてて、まあ最終的にはその人工栽培の、うん、この育成できるようなあの盆栽育成キットみたいなものを目指すなったらいいけど、多分これ普通に3ヶ月じゃできることじゃないのよ。でできそうなとこまではいくけど本当にできるんですかを覆せないような気はするのね。だからそれ一本でいくのは俺はリスクがあると思ってて、うん、米の案はすごくいいし未来は明るそうだけど本当に育つんだっけ、今の時点でできることが分かってますって何かあればいいんだけど、ちょっと想像が多いからちょっと大変な展開になってきましたね。ねえ、いやー順調だっただけに。どうする？でもドライ盆栽はもう結構むずいですけどね、そのアーティストに作らせるみたいなところ、うん、確かにね、アーティストにさ作ってもらったらさかっこいいんだけどさ、工数多いなみたいな。いやでも私たちですら一から作ったことはないわけじゃないですか、うん、用意してもらって枯れ盆栽がちゃんとなんか提供してもらえるかみたいなところは、うん、マジ口約束やから怖いなっていうところはある、ただこっから開発とドライ盆栽二軸で動くも結構なタスク量ですよ。いや無理でしょ、もうそれどっちかにしようよ。いやドライ盆栽はそれこそ無理ですよ、ドライ盆栽一本は。いやもうスマート盆栽やろ。お一本そっちで行くの？そもそもスマート盆栽のことからちょっと俺は勉強します。うん、自動排水と太陽光ライトね。うわじゃあ頑張りましょう。スマート盆栽結構なピボットじゃん。頑張ろう。何回目のプロダクト変更？数え切れねえよ、うん、このタイミングでのピボットっていうのはみくるくんどう思いました？難しいんじゃないですか。難しい。そもそも電化製品とかって1年ぐらいかかりますからね、開発に。うん、まあ、ね、家電作るって大変じゃないですか、うん、一番金かかりますよね。はい、ドライ盆栽で行った方が良かったと思いますけどね、なんかやり方変えて、うん、もう本人たちはもうドライ盆栽は厳しいっていうね、彼らが作ったものは無理でしょうね絶対に。なんか有名ないろんなアーティストとコラボしてめっちゃ高いのも1個売り出すっていうのも面白いと思いますけど僕は。うーん、盆栽のこの50万のやつで行くっていうのに多分村長と小田ちゃんは多分なんか納得してない感が出てましたけどね、本当これでいけんのかみたいな感じが出てるんで、勝てないって分かった時に引くのもセンスだと思うんですよね僕は。その意地張ることが全てじゃないというか、勝てないって判断したらもうすぐ引いて次のことやる方がセンスがいい人だと思っちゃうんですよ僕は。あ、もう盆栽を忘れた方がいいっていうことね。まあやっぱ厳しいんじゃないですかね、っていうのは多分うすうす全員気づいてるのに、でもなんだかんだズルズルやってる感があるんで、まあ米はよく盛り上げてくれましたよ。いやまだ終わってないですよ。まだ終わってない。あるよ。でもここまで聞いてると米をだけにはもしかしたらこうやればいけるんじゃないかっていう発想がありそうだったんですよ。へえ。そう、まあ、そこにかけるのかかけないのか、かけないのか、ここを見守るしかないかなとは思ってますけど。そうね、まあ、でも売れるシステムさえ作れば高単価なんで利益はでかそうですよね、一発がでかい分。さあそれでは続きをご覧ください。はい、え、
ここまで？あれ VTR ないんですか？はい、今日の VTR、あのすみません、ここまで。え？11話ですよ。まさに今チームブルーはあのピボット中なので、はい、撮影が追いついてない状態なので。確かに今だから全然終わってないですから ね、 ねえ。これってデモデーいつでしたっけ？デモデーは4月6です。6日。なんであのデモデーに関してはもう会場も抑えちゃってるので、はい、あの4月6日っていうのは変わらないと。変わらず生放送を行おうとやるんだ、はいはい、デモデーで見るってことですか、続きを？いや、なので本当はなかったんですけど緊急で追加放送しようと思って。おお、俺らもじゃあ YouTube で見るってことですよね？そういうことです。そうですよね。そうです。あ、僕らがいないやつで流れるってことですか？いないです。あ、なるほどね。そうでしょう、だって。おお、僕らも YouTube で見ると。そうです、間に合ってないんです、すいません。へえ、みくるくんいいですか？何がですか？その流れで流れ聞いてました？合ってます。さあ、というわけでですね、急遽追加放送をし、うん、6日の土曜日にデモデーを生放送したいと思います。はい、なるほど、はい、さあ両チームの授業は一体どうなるんでしょうか、はい、緊急追加放送を楽しみにしてください、はい、ありがとうございました。君のそばで笑っていよう。はい、おー、なんか実感湧くね。解消できたなって感じするよね。もう終わんないよ、修行路上やばいよ、もう目が開かない。ほんまに寝てる。うん、米ちゃん、米ちゃん、あーもう本気で眠い、ちょっとそう、売り上げも前倒しになるんで、それこそ初年度10億いってもおかしくないとは思います。今までお疲れ様でした。お疲れ様でした。デモで頑張りましょう。頑張りましょう。バイバイ。3ヶ月ありがとうございました。